ミスター M さん、今回も動画の方本当にね楽しんでらっしゃいますね。ランボーのシリーズがずっと続いたんで、この辺でねちょっと変化をつける意味で背景を変える、要するに野外に出てやってみるとか、それからね今日のランボーは私の皆さんへのダイエットのメッセージ、ダイエットをどういうふうに失敗しせずにやっていくかってことをお伝えしますみたいな感じで、ちょっと語りをこの辺で入れると変化がついていいのかなと思うんですよ。これどういうことかっていうと、このランボーのね、ガチンコマッチョクラブっていうのは多分3回ぐらい連続で見た人はあれこれがずっと続くのかなと思って予想できちゃうんですよ、内容が。でそうではなくて、あこんなこともやるんだっていうふうにこの辺で思わせた方がいいかなと思いますんで、例えばプレゼント企画とかね、Q&A 募集してみるとか、お気に入りのマッチョな何ですかね、動画を紹介とか、私が筋トレをするときに BGM でかけてテンション上げるための BGM とか、こういうものを紹介していくとかっていう風にしてちょっと切り替えて、また次回からはまたマッチョクラブに戻りますみたいなね、こう緩急をつけるといいかなと思います。予定調和っていうんですけども、読者さんって多分これクリックしなくてもこんな内容なんじゃないかなっていう風にね予測できちゃうとクリックしない可能性があるんですよ。だから今日もクリックしないと何か起きてるかもしれないぞっていう風に思わせる必要があるんですよね。ですのでそういう時はサムネイルも特別編とかね、番外編とかっていうのをつけてみるとかね、やってみるといいんじゃないかなと思います。そうですね、好きな女の子のタイプみたいなのもなかなか面白いと思いますよ。まあそういうのも挟んでやってみてください。それではありがとうございます。